この質問めちゃめちゃ多かったな。二次三次内で好きな先輩いたら教えてほしいです。これめちゃめちゃ多かった質問。これね、います。ね、好きな先輩はね、もう正直に言うといっぱいいます。正直に言うといっぱいいます。もういっぱいいるんで、その名前を挙げるってなると多分、じゃあ挙げてない人はどうなんだってなっちゃうから、あえて挙げないんだけど、もう一人だけ挙げるとしたら、ちょっとすごい挙げづらいんだけど、なんでかっていうと、ライバルがライバルがいるから、ちょっと挙げづらいから、挙げるか悩むんだよね。言うか悩む、めちゃめちゃライバルがいるんだよね。でもそのライバルの先輩も好きなんよ。いいなって思いつつ、でもその先輩も好きだから、なんていうの、この気持ちわかる？ライバルだけど好きだけど、でもライバル。そう、正解コメント欄に出てた今。うん、出てた。そう、トコ先輩が推しです。あー言っちゃった。あー言わないつもりだったのに言っちゃった。あー殺されるかな、大丈夫かな。どんくらい好きかっていうと、ボイスも買ったし、 T シャツも着てる。あとノルニスの CD も買った。 CD 再生するやつうちにないけど、パソコンにも入らないけど CD 買った。ちなみに、あの、もう本人には言ってあります。本人に言ってあるので、あの、ハト飛ばさないでね。新人ちゃんが好きって言ってたよってコメントしないでね。うん、本人も知ってるから。いや、なんか先に本人に言っておかないと迷惑かけるかなと思って、後々ね、うん、後々迷惑かけるかもしれないって思って先に言った。だからみんなコメント欄で騒がないでね、あのトコ先輩のとこでは。あ、フレン先輩のとこでもダメだよ、言っちゃダメだよ、ダメだからね、迷惑かかっちゃうから、ダメだからね、言ったからね、トールは言ったからね。